皆さん、こんにちは。将棋ニュース速報をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、ヒューリック杯第95期棋聖戦5番勝負第3局より、藤井聡太棋聖対山崎隆之八段の衛星称号の凄さについて解説していきたいと思います。 本局は藤井棋聖の衛星棋聖獲得となる歴史に名を刻む一戦となったわけですが、そんな中で神の一手と称された三三道系、また衛星称号についても詳しく触れながら感想戦ハイライトを行っていきたいと思います。感想戦では山崎八段が涙ぐみながら藤井棋聖を実賛するような場面もありましたので、果たして何が起きたのか、初心者の方にもわかりを解説したいと思います。 解説者は一撃体振り飛車ヘナチョコ級戦を出版する将棋ウォーズ八段の手話ですそれでは参りましょうまず初めに今回藤井聡太衛星棋聖が獲得された衛星称号について触れていきたいと思います 衛星称号は将棋のタイトルを一定の回数で獲得すると与えられる呼び名なんですが、タイトル戦における殿堂入りとも言われています。騎士にとってタイトルは一つでも獲得できれば、まあ、その時代を代表する騎士というふうになるわけですが、衛星称号はいわば歴史に名を残す名騎士の証となっています。将棋の八大タイトルにおいての衛星称号は、衛星竜王、衛星名人、衛星王位、そして衛星 a 王、名誉王座、 衛星起王、衛星王将、そして衛星規制のこの8つとなっています。まあ王座のみ囲碁と同じ名前の名誉王座となっているんですが、この称号が与えられる条件はタイトル獲得が連続5期やあるいは通算5期、通算10期などと、まあ、タイトルによって異なります。また称号を名乗る時期については原則引退後となっているんですが、60歳を迎える頃から名乗る、まあそんな騎士もいます。 衛星称号を獲得した騎士は藤井聡太七冠が11人目で今回衛星規制を21歳11ヶ月で獲得し最年少記録を更新しました衛星規制の獲得としては6人目となりますまたこれまでの衛星称号の最年少記録についても見ていきましょうこちらは衛星称号獲得の最年少ベスト5となっていまして中原誠16世名人が1971年に衛星規制を獲得した23歳11ヶ月また 九段が1995年に衛星起用を獲得した24歳5ヶ月。 渡辺九段が2008年に衛星竜王24歳7ヶ月、大山康春15世名人が1956年に衛星名人を33歳3ヶ月で獲得しています。また、衛星称号を複数獲得している騎士もいて、羽生九段は最も新しいタイトルの AO を除く7つのタイトルで衛星称号を獲得し、ただ一人衛星七冠の資格を得ています。まあ、特筆すべき点としましては、やはりこの最年少ベスト5の騎士の方々を見ていますと、歴代最強騎士、 5人を並べているような感じでありまして、特にその藤井聡太7。冠に関しましてはダントツの1番であります。また、藤井7冠は今月6日に開幕する。 王位戦戦番勝負でで渡辺九段ののの挑をを受け防衛衛衛に成功して5連すすするるとと早速ですが2つ目星星称号となる衛星王位の資格を得ます今回はそんな点を踏まえながら、まあ、こちら感想戦でのポイント。なぜ、衛星規制を獲得するまでに至ったのか、神の一手をご覧いただければと思います。それではまず、感想戦のハイライト、一つ目からご紹介していきたいと思います。こちら47手目、三三角成と山崎孝之八段が、格好を交換した局面となっていまして、 この時に山崎八段としましては3三同銀を、まあ、メインの変化だという,ふうに捉えていました。 以下なんですがこの際には6一グインと打っていくのが予定で6二金に対しましてそこで8五角と大手飛車をやっていきますさすがにこの形ですと誰しもが、まあ、後手の方がもう敗勢だというふうに思ってしまいそうなんですが実は銀局面この3三,三角なりに対しましては同桂と取っていくのが、まあ、素晴らしい対応でありましたこれが対局後からどんどん神の一手だと、まあ、そのように言われるそんな一手となっていましてその理由としましてはこの際に6一銀と打っていきますと 六二金八五角に対しまして、さらに切り返しがあります。それが六三角という手。まあ、感想戦でも、この手順は当然触れられていまして、七四角同角に対しまして、七一飛車と進んでいきます。 通常この形ですと、角取りと同時に次に7二銀なりの空き王手などが残っていますので、まあ後手敗勢と言われても、何ら不思議がない局面かなというふうに思うわけですが、そこで4七角なりと、いきなり角を切り飛ばしていく手があります。同玉に対して8二銀と進んでいきますと、まあこれでなんと後手有利になっているということで、まあ先ほどの局面から数十手進んでいるわけなんですが、この現局面まで読んで、ここでようやく3三同形の意味合いというのが加わっていきます。 例えば現局面で仮に3三同銀の形だったとしましょう、まあ、いずれにしましても同銀に6一銀そして数十手この手順は続いていくわけですが7四角同角に7一飛車と進んでいきます。 4七角なり同玉に対しまして8二銀と進んだ際にこの局面では驚くべきことに先手有利となっていますその理由が5二銀なりという手があるからでした同玉に対しましてそこで2一なりあるいは4一角と下ろしていく手があります、まあ、どちらでも先手有利なんですが4一角4二玉に対しまして3二角なり同玉3一金と進んでいきますとここで王手で桂馬を取ることができます 4二玉は4一ひなりまででしたので、まあ、この手順は必然とも言えるところで、1三玉に対しまして3一ひなりと進んでいきますと、これは今度、5手玉がいきなり追い詰められています。これがもし3三,三同型であれば、5、まあ、二銀なりえ、同玉に対しまして4一角は、まあ、玉を寄って耐えれるというところでありますので、まあ、こういったところまで含めての3三,三同型というのがまさに神業でありましたえ。また当然この手順に関しましては山崎八段も、いやそうか、同型で取るのがいい手なんですねと。 そうな声を上げていましてまあ実戦はこの手に対しまして本部山崎八段が8-3角と打つような変化になったんですがえただこれは急な路線変更と言わざるを得ない展開でまあ、本当に先手版の山崎八段も中終盤力非常に強い方でありますこれまでのタイトル挑戦幾度となく逆転勝ちを起こしていまして、まあ、その秘訣としましてはやはり相手に対して勘違いをさせるような指し回しあるいは読みの量で完全に上回ってえそしてネジ伏せるといった展開が多かったんですが今回ばかりはこ 藤井に対ししてて伏せられてしまったと、そうなな展開であったかなと思います。そして二つ目のハイライトとなるんですが、現局面でもまだ山崎八段の苦悩は続いていました。それが7号飛車に対しまして、ここで64銀という手を打つか否かというところです。この際に、もしかにこの銀を打っていきますと、飛、まあ、車が現状かなり狭い状況となっていまして、仮に71飛車王と引いていきますと、これは63歩と打った際に、 ま、同型であれば、そこで7四角なりとなっていけばいいですし、また変えて、これ7二だりとなっていく手も残っていますので、先手十分と言えるところです。ただ、現局面におきましては、山崎八段もうっかりしている、そんな華麗な手順がありました。それが実戦でも現れた2 5飛車という手になります。以下、一例として、2六歩と打っていきますと、まあ、これは2四飛車と進んでいくんですが、その際に、先手としましては、次の一手が難しいところです。 後手は次に3五歩とついていけば、これで3筋の逆襲とともに銀取りをかけれるわけですが、先手は7二角成としていきましても、まあ、そこで3九角と打ち下ろしていくような具合で、これで3八飛車、2六飛車に対しまして、3九飛車、2八左と進んでいきます。 後手は隠す手の強襲なんですが、この局面で山崎八段は、いや、これが思ったよりも厳しいんですよね。この大手飛車が、例えば4八角と受けていきましても3八銀で、まあ、敗勢となりますので、いや、完全にこれをうっかりしていましたと、そのように述べています。また他の手としましても、ここで6四銀、そして2五飛車に同飛車という手も挙げられるわけですが、これは同型、そして4八金とこれで自陣整備をしていって、3八角なりを見せていっても、やはり7七歩が最後にぴったりで入ってしまいます。 ということでいずれにしましても先手劣勢というところです先手はこの後手の2号車に対しましては2 6歩も同車も考えられた局面でいくつか対応があるわけなんですがいずれにしましても後手の藤井棋聖はその全ての順というのを大丈夫と踏み込んでこの手を指していますまた特にこの3級角から角を捨てての2 8角なりと切り込む筋に対して山崎八段がうっかりされていましたので、まあ、こういったエアポケットに入りやすい手順をあらかじめ読めているというのもこれも衛星棋聖 獲得にに繋がった一ななのかなというふうに思いう思ますまた3つ目のハイライトはこちら現局面57手目4八金と山崎八段が引いた局面となっているんですがここでまた再度山崎八段がうっかりしたとコメントを残された一手がありましたそれが7七歩に対しまして8八金という手になります 実戦ではどうやらこの金寄りという手を山崎八段は本戦で読んでいたそうなんですが、この際には2六角、そして4九金に対しまして4八銀と進んでいきます。どうやらこの局面で2七歩という手が利くがゆえに、まあ、この手順を選んだというふうにおっしゃっているんですが、この際に4九銀ならず、そして2六に対しましては、この次の一手に非常に厳しい手がありました。それが 6級飛車というただ捨てであります。どうやらこの一手を見落としていたということで、同玉に対しましては5八金前の積みということなんですが、ただ玉を上がっていきましても、7級ひなりで銀をボロッと捉えてしまいます。 相いをしても4 8銀から8八竜と、まあ、金をさらに捉えてしまいますので、これは後手小整というところです。まあ、この2 7歩と打った局面では、確かに先手の方が小正かと思わされるような、そんな局面でありますけれども、ただ実際にこう駒を進めていきますと、やはり藤井聡太棋聖の方が読みを上回っているという点は、まあ、これは2つ目のポイントでも同じだったのかなと思います。そして4つ目のハイライトがこちら。 現局面は68手目、6五歩と藤井聡太規制が打った局面となっていまして、この現局面では山崎八段が残していた勝負手がありました。それが18桂という手になります。ただこの現局面におきましては、実戦はこの一手は刺されていません。ではなぜ刺されなかったのかと言いますと、この理由も感想戦では山崎八段述べられていまして、66歩、そして26桂に対しまして、76銀と打っていく手があります。 これで次に、先手は3、4K からの2段活用を見せているわけなんですが、それよりもこの7、6、銀の大手、直接手がめちゃくちゃ厳しいということで、まあ、速度負けしているというところです。先手の山崎八段は、この k ちの筋をちらつかせつつ、そして戦っていって、相手を惑わして逆転勝ちを起こしていくといった気風なんですが、まあ、本局におきましては、やはり後手の藤駅聖、すべての順において読み尽くしているということで、どんな際どい変化であろうとも、こういった紙一重のところ、必ず 切り合ってきます例えば同玉であれば、えここで5四角と大手竜取りが炸裂していきますしえまた変えて玉を引いていきますとえそこで6七歩なりと攻め合いに持ち込んでいきますこういった手順というのは、まあ、本当に一直線の順で本来は読んでいるものかと思いそうですがただ実際のところえ人間感覚で、まあ、この手順を積みまで読めるという方はそういないところです以下3四系3三玉に対しまして、まあ、2二なりと進んでいきますと以下同玉とここで応じていきますえこの 実際に5手玉はえ地味に詰めろがかからない形となっていまして通常ふんどしの系3四系を食らっていきますと後手玉も相当危ないものかと思ってしまいそうなんですが例えば4一銀と打っていきましてもえこれ詰めろになっていません。 7八と同銀に対しまして、まあ、一度6六角なおと保険をかけておいて、まあ7、7七歩に対して、そこで8六歩と攻め合っていけば、まあ、これで3二銀なりも同玉と応じていきまして、2一角、2二玉に3一流も、ここで1三玉と逃れていけば、後手玉は大丈夫。また先手玉はほぼ必死の形となっていますので、まあ、これは後手の方が勝っているということです。確かにこの局面まで見えて、ようやくこの手順に踏み込むということはわかるんですが、ただこの6五歩という手から、 先ほどの罪のののの罪よううなな局面まままででで全ててが30数手手ととっていいすのでそれらの手順を全部読むはは人間技ではありませんただそれを尽くしているというのが藤井聡太棋聖ということで、まあ、いかに藤井棋聖がすごい棋士であるかそして歴史に残す大棋士にふさわしいか、まあ、こちらの2点は本当にお分かりいただけるかと思いますそして最後となるんですがこちらに関しましては感想戦ではなく記者会見の振り返りを少ししていきたいと思います 今回藤井聡太棋聖は、やはりこの衛星称号を得られることとなりましたので、特に記者会見ではそちらについて触れ合えることが多くありました。まず一つ目としましては、今後も衛星称号を重ねたいという思いについて聞かれまして、大井戦も衛星称号のかかるシリーズになるので、全力でやっていきたいと思います。衛星称号を増やすというのは長期的なことになるので、普段から意識することではないんですが、積み重ねて頑張っていきたいですと、そのように述べていました。また次の棋士としましては、この歴史的な 大騎士ががここの衛星称号を獲得すすることとなったんですが現時点では現役の棋士も名乗っている方がいますそんな中で自分が衛星称号を名乗るイメージはありますか、まあ、これは原則引退後なんですが21歳の藤井七冠が現役で衛星称号が名乗られることはありますかとそんな質問となっていますこちらにつきましては今のところありませんと笑いながら返していまして現役で名乗られている方も歓歴を超えてからというイメージがあります 長きにわたって活躍できるようにしたいと、非常に大人な答えられ方をしていました。また最後となるんですが、こちらも新聞記事などに寄せられている、そんな話題な回答がありまして、それが4年前の自分、17歳の初タイトルを獲得した藤井規制に対して声をかけるとしたらと、そうな質問がありました。実は藤井聡太棋聖が初タイトルを獲得されたのも、この棋聖戦となっています。 本当に5期連続ということで、いつの間にかこの5年、4年経っているというのは、まあ、私としましても早いなというふうに感じますし、また藤井聡太棋聖も早いなというふうに感じられていたそうです。そんな中で、まあ、この17歳の自分に声をかけるとしたらということなんですが、え当時も色々考えながらやっていたので、アドバイスとかもま特にないかなと思います。未来が変わってしまうかもしれないので、声はかけなくていいと思うと、えそのように述べていました。まあ、まさにこの回答のうちとしましては、これまでの藤井聡太棋聖の活躍ぶりというのは、 はなんと言っても充実されていたと思いますその中で藤井棋聖自身もま全力をかけて戦っていたと思いますのでまこれまでの結果に当然満足しているということがわかりますしまた未来が変わってしまうかもしれないというのはま未来を変えたくないまそのような意味合いでもあるかと思います8巻も達成されてほぼ理論値のような最強騎士という風うになっていますのでそんな自分を客観的に評価しているようなところが見れますしまた今後の藤井7巻も今まで通り全力で頑張っていくのかなという風うに思いますいかがだったでしょうか え今回は藤井聡太棋聖対山崎隆之八段の神の一手三三同型とえ、そしてこの衛星称号がいかにすごいか、まあ、こちらについて解説していきました。ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。えまた、つい先日なんですけれども、アベトナ速報というアベマの切り抜きチャンネルを始めました。こちらはアベマトーナメントの名曲や面白かった場面を配信しております。こちらもぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。